筑波研究学園都市はできた時から大きな構想があり、教育研究の大学を中心としていくつもの国の研究所があり、さらに多くの企業の研究所も移ってきました。それの時は日本の経済がジャパンアズナンバーワンと言われているようなワクワクした気持ちがあったと思います。しかし一方で冷戦が終わり、ネットの時代のグローバリゼーションになった時の、その大きな転換でいくつかの、企業は離れましたけれども、しかしこのコンセプトはまだまだユニークなこのアセットです。筑波の学園、研究学園都市はそういう意味ではこれからの大きなグローバルの中の日本の産官学のまず出口として、ぜひ新しいまたエネルギーを吹き込んでいただきたい。大いに期待しています。